これは位置は小さいからお口だけ動かして。ああ先生怒ってる。笑って喋るからお前そうやって。先生怒ってる。怒ってんのかよ、怒ってんのやめとこ。まあこれ矢印くんでいくよこれで。あれ指がいい。指？これ？違う。これを渡ってる先生。これ鳥。魚がいい。魚ないもん。これがいい。これいい。じゃあこれでいくわ。よし、なかなか難しいね。1、いってごらん。1小さいのこれ。じゃあ口開ける。だから、カバン縛ってくださいなと。それ何、何それ出てるの、そこに。そこに出てるの、何それ。そう、それをかけてください。あ、帽子か、それ帽子です、ね、変わった帽子だね。あったかいでしょ、それ。じゃあいくよ、1。おい、おばくんの声かね、今日は声出してもらう。あんた足が見えない、ちゃんと前出して。あんた、こっち見て。これぐらい。いい。そう、1、いってな。1でも口の中に手入れる な。口の中に手入れない。1 2 2。だんだん大きくなるよ。3 3。息をたくさん出せ。3 3。今の上手。そういうふうにやるのさ、あんたたち。いいかな。3 3 4 4。息たくさん出して。4 4 4 5 5。そんな大きい声だと次が続かないぞ。だんだん大きくなるんだから、もっと6 6 6。お口動かせ。6 6。手口の中に入れない。6 6。先生口見てみろ。6 6。あんな大きくないもん。6 6。そんな大きくないのこれは。6 6 7 7。息たくさんだよ。7 7 8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 
九、九、十。もっと大きい声で十。よし。そしてここに丸がありますが、一緒に数えてみよう。ブッ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 。みんな一緒に数えるよ。一、二、っていくよ。三、はい。一、オープン。第三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。違うのよ、ちゃんと。12個だよ。ん？12個だよ。あんたうるさいことね。いいじゃないの、20でも。並べればいいじゃん。並べられないもん。並べられるわ。並べれば数えるんだ。あんたいいこと言ったよ。ね？並べればいいんだよ。来た！並べると数えやすくなるんですね。いい、いい、そこでもうあんたたちは2人はくっつくとまたピーチクパーチク漫才師みたいになるから。ここは吉本興業じゃないんだぞ。まあいいからいいから。ペーチクパーチクって何？あんたたちのことだ。あんたたちって何？スズメたち。そこのスズメくんも。そこだって何？ん？くんって何？スズメくん？ちょっと、ね。あんたがスズメくんじゃん。僕は林ひろしくんだ。違うよ、スズメやろ。今ね勉強してるじゃんね。大場くん。そうだよ、スズメってさらに住んだよ、お前知らないのか？知ってるよ。なあ、けど林先生がスズメくんって言ってたじゃん。僕そのこと言った？言った。本当？言った。じゃあもう一回数えよう。大場くんよ、みんなに女の子いじめるからさ、僕の味方してよ、分かった？三、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よし、並べていくぞ。三、はい、1、2、これがあり、1、2、単元力、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。そうだ、並べればいいんだ。並べると、わかる。じゃあやってるね、12個、奥様丸くせ、12個。みんな大場くんのやりなさい。素晴らしい、君は。みんな大場くんのみんなやるんだぞ、みんなお前たち。12、素晴らしい。12、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 12
よし、いいね。僕はああいう人がいると嬉しいんだよな。じゃあ聞きますが、右と左どちらがたくさんありますか？はい、はい。大場くん左。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7。素晴らしい、正解。じゃあ右と左どちらにたくさんありますか？はい、はい。おめでとう。右。ん？1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。僕右と左わかんないから。あ、そう。右と左。じゃああなたね、お茶碗持つことち昔僕らそうやって習ったんだけどさ、子供頃。そっちが左。じゃあ箸持つ方は。こっち。そっちが右。覚えていけよ。わかった？はい。じゃあ右と左どっちが多いの？はい。山田君。はい。左。あ、そうだ。そうだな。よし。やったー。じゃあ、七。七。俺ね、七っていう方ね、辞書に出てないのよ。七。七。言ったな。七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 。八。八。でも、浜田さんは七って言いますけども、七。七。八。八。じゃあ、天才ダル君来てもらおうか、今日は。天才って誰？天才ダル君っていうのいてね、この人ね、数も分かるのよ。これでね、ね。あ、分かったのね。ね、あんた数わかるね。まずね、5回泣ける？じゃあ5回泣いてごらん。終わった？5回泣いた今。うん。お、頭いいでしょう。今度ね、10回泣きな。聞いててよ、僕寝てるから。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。終わった？終わった？ 10 回だった？うん。頭いいでしょう。じゃあ今度ね、この猿さんがね、何回泣くか当ててほしいの。いい？はい。今度はね、20回泣きだ。20回。聞こえた？うん。子供たち、わかんないから。よし。じゃあ、僕寝てるから猿さん何回泣くか当ててくださいよ。はい。いい？はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。匂いだけど声出しちゃダメだもん、そんな風に。起きといてなきゃみんなは。ねえ、みんな声出すんだ。ダメだよな。ずるいよな。いい？じゃあサラさん泣くから。いい？ 3、はい。泣いた？泣かないで今。何？20。出た。すごいね。19。もっとね、お前ね、早く泣かなきゃダメよ。もっと早くだって。特にこの。もっと早くだって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 。あ、聞こえた。よーし。じゃあ今度何回泣くか、早く泣くからな。聞いてるんだぞ。よーい、3、はい。何回？15。15だった？15だった？あ、そう？僕数えてなかったもんで。よいしょ、もっとたくさん泣くなって。もっと泣くぞー。いやいや、みんな。もっと泣くぞー。100。よーし。じゃあ今度何回泣くか出てみろ。いくぞ。よく聞いたれよ。3、はい。だ言ってごらんか。え？わかったこれ。あんた30だった？僕わからなかった今。本当に30ないだの？早いでしょ。天才ザルさんだの。な？早くない。じゃあもっともっと。もっと早くだって。もっと早く。よし。もう天才ザルさんでもこれ以上早く泣けないってぐらい早く泣くからよく聞いてるよ。よーいどん。10?12? 12だった？11だった？僕も分かんないもん。10。僕数えてなかったもんでごめんね。よーし。じゃあみんな今度手叩きやってみるか。10回叩くんだぞ。いいな。最初は声出して。最初は声出していい。いいな。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は声くっついて。3、はい。
これ早くやるの、3、はい。シガーさん、早く10回叩いてごらん。みんな黙っててごらん、3、はい。ん？まあ、10よりもたくさんあったよ。もうちゃんと10やってよ、3、はい。もっと早く。できたじゃん。もう一回、もっと早く10。おー、ワンダフル。早いね。じゃあもっと早く、3、はい。おー、新幹線みたいだな。よし、今度松山。10回行こうよ、3、はい。おー、もっと早く、3、はい。おー、はい、もっと早く、3、はい。おー、素晴らしい。あんたね、新幹線のね、光じゃなくてね、700系みたいだ。あんたやってみろ、3、はい。7個しかないよ。7個。だからちゃんと10回やってくれなきゃ、3、はい。8回しかないよ。ちゃんと10回やってくれなきゃ、3、はい。できた。あ、11、12、13、14。あー、誰だもん。そんなめちゃくちゃやるんじゃないもん。10回だもん。10回、10回やってくれ、3、はい。できたじゃない。それを早くやるの、3、はい。7回しかない。8回だった、今。オーバーしてるべ。じゃあ、オーバーくん10回やってごらん、3、はい。オーバーでオーバー？ちょっと多かったんじゃないよ。ちょっと多かったね、今ね。9回だったよ、9回。9回だった？僕12回だと思って、もう1回やってごらん、3、はい。10回だぜ。うん、できたじゃない。それは早くやるの、3、はい。早くやるの。できたー。よし、竹本さん10回いくぞ。3、はい。パチンとすんあるよ。パチンと。あんまり早くて分からなかった。もう一回ちょっとやってみて、3。みんな聞いててごらん。10回できてる。10回だった今。うん。もう一回やってごらん、3、はい。おお、今の10回だった。早い。いやー、あの人早いね。じゃああんたやってごらん、10回早く。あのね、そうだそうだ、そんなカード話じゃないのか。あのね、手をね、こんな広げるんじゃなくてね、あの人たちに入る理由があって、こうやって手をやや近づけておいて、やってごらん、さん、はい、1、2、3、4、5、よし、じゃあいくよ、早く行ってよ。おい、多いっていうの。右手でどっちが多いの？はい、早く行ってみろ、はい、右。何？右。右と左どっちが大きい数だ？はい、早く行ってみろ。はい、右。じゃあ7か6かな、どっちが大きいの？右。だからどっち？右。右。じゃあ右と左どっちが多いの？はい。どっち？じゃあ手を見てないで、右と左どっちが多いの？右。じゃあ大葉君どっちが多いの？左。左、こっち？右。右、右、右、OK。じゃあ数えてみると、3、はい。1、2、3。じゃあ BW の方々じゃないですよ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。じゃあ今度こっち行くよ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。右と左どっちが大きい数？右。右の大きい数？本当？じゃあ、千賀さんどっちが大きいかなの？オッケー。耳じゃない、右。はい。じゃあ聞きますが、一番大きい数はどれでしょうか？はい。それが赤ちゃんっぽいのよ。もっと。はい。はい。足が大体前出てないの。はい。そうだ。はい。はい。はいいけど、手上げなきゃいけない。はい。はい。一回でいいの、一回で。一回でうるさい。1、2、3。はい。でもね、学校に入るとね、入って声出さないところがあるから気をつけようね。どうして？BW は声出していい。その時に大事なことは、学校に行ったらね、妙にしかね、呼ばれないんだよ。うん？学校に行ったらね、妙にしか呼ばれないさんとか言うの。本当？林先生みたいに林さんとか言われるよ。本当？うん。幼稚園じゃどういうふうにみんな呼ばれてるの？お兄ちゃんはね、自分の名前を竹本さんって言うよ。いや、幼稚園でなんて呼ばれてるの？あなた、パパさん、自分の名前でね、わこちゃんって呼ばれてる。ほんと？ BW は名前、名字で呼ぶからな。なんで？それは君たちを人間として尊重してるからよ。ここ小学校なの？